7番ゲート、収まって7頭の枠入りが終わりました。スタートしました。さあ、外枠各場が比較的いいスタート。プラソン、そして内から5番のジャズブルースと前に、 これににに二の足1番の足番がが一気に前に上がっていきました連れて4番のホワイトターフ前3頭で少し離れる形5番のジャズ・ブルースは控えて現在4番手、ためていますその2馬身後方ですが2番のジャスティン・カフェが追走3馬身後方ジャスティン・ベルが追走しています2番のジャスティン・ベルが後方から3投目あとは下がりました7番のカール・スモーキー後方から2投目最後方から運ぶ3番のファンデルという体勢です。3コーナーカーナカブ残りりを切りました さあ1番の胴舟が逃げる形になりました胴舟が逃げていますリードは首ほど2番手4番のホワイトターフがつけて3,4コーナー中間です3番手外から6番のプラソンがつけておりますそしてその内からは ずっっと5番のジャズブルースが言っています外からマクるように2番のジャスティンベルが位置を上げて今、高位3番手争いの一角第4コーナーカーブからさあ直線に向かって残り400を通過1番のドーブネ先頭ですまだリードが1馬身ほどありますが外からホワイトターフ後方にいた2番のジャスティンベルジャスティンベルがじわりじわりと足を伸ばしてくる連れて5番のジャズブルースです残り200を通過しかし再び突き放しました1番のドーブネドーブネ突き放している3馬身のリードを取った2番手争い5番のジャズブルースジャスティンベル 先頭は1番のドームで先頭合輪、ゴーリン2着は最後、2番のジャスティン・ベルが上がっています。